こんにちは、宮沢優です。今日はですね、自分に謝らせて満足しちゃう教師とは決別ってね、そんなテーマでやっていきたいと思いますけれどもね、なかなか子供たち行動変容しなくてね、困ってるっていう先生も多いと思うんですけれども、その時にやってはいけないある間違った指導があるんですね。まあ、ここでね、ちょっとテーマでも載っちゃってると思いますけれども、今日はね、そんなお話ししていきたいと思います。本当の意味で子供たちを成長させる、伸ばしてあげられるような先生になっていくための手がかりがもしかしたら見つかるかもしれません。よければね、最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優一教育研究所。さあ、今日の結論なんですけれどもね、こちらでございます。行動変容を促すアプローチをしていきましょう。そして担任に謝らせても子どもの行動は絶対変容しないんですよってね、そんなお話でございます。今日はね、3つの流れでやっていきたいと思います。こちら、1つ目、自分に謝らせる担任の先生の特徴、2つ目が行動変容を促す担任の先生の指導法、3つ目、例外というね、そんなお話していきたいと思います。1つ目、自分に謝らせる先生ということでね、子供たちがこうトラブルを起こしたりね、何かこう良くないこと、ルールを破っちゃったりね、することあると思いますけれども、この時にね、指導をされる先生ってのは多いと思いますけれどもね、やっちゃいけない指導っていうのがあるんですね。それはその子供に、担任に対して謝らせるっていうことですね。これも全く意味ないしね、もうなんかちぐはぐですね、やらせてることがね。そういうことはあまりないと思いますけれども、たまにね、1年間の中でそういう場面っていうのが出てきたりする。実際僕もあるんですよ。そういう経験あるんで、でもそれあんまり意味ないよねっていうことなんで、そのお話していきたいと思います。例えばですね、3つ例準備してみました。挨拶ができない場合ね、子供がね、あるいは授業中落書きなんかしていた場合、そして給食準備していなかった場合ね、こんなね場面ってあると思いますけれども、例えば挨拶ができない。挨拶をしていきましょうよって学級全体で共通理解したにもかかわらず、挨拶がしなかった子供に対して、指導をした結果ね、子供たちが、子供がですね、先生ごめんなさいっていうふうにこう、頭下げて、謝ってきたら、その時に、よしよしよし、気をつけるんだぞ。これ意味ないわけですね。また落書きをしていた、君授業中落書きしてるんでダメじゃないか。先生ごめんなさい。これも意味ないわけですね。先生に謝ったってしょうがないわけですね。で、三つ目、給食準備してなかった。みんなで給食準備をしなきゃいけないのにもかかわらず、君ちゃんと準備してないじゃないかってね、こう指摘指導をしたところ、その子供はですね、先生ごめんなさい、明日からちゃんと準備します、だから許してくださいみたいな形でね、こう謝ってくる。これ意味ないわけですね。謝らせても本当に意味ないし、そもそも謝られる理由もないしね、こっちもね。ちょっとこれ場面ね、これは状況をちょっと置き換えたら分かると思いますね。皆さんが例えばね、じゃあ初任者だったとしましょう。採用1年目のね、先生だったとして、ちょっと下手くそな授業しちゃった、あんまりね、子供たちが乗ってこないような授業をしちゃいましたと、その時にその反省の気持ち、悔しい気持ちをですね、初任者の指導の先生にね、その気持ちをぶつけて、先生ごめんなさい、下手くそな授業しちゃいました、許してくださいっていうの、これ違うじゃないですかね。その初任者の先生に謝る意味もないし、初任者の指導のね、その教官の先生だって謝られる理由がないしね。いや、謝らないでくださいっていう感じじゃないですか。謝ったところでしょうがないわけです。結局その下手くそな授業をしちゃった自分自身が変わっていくしかない。つまり挨拶ができない、給食準備ができない、そういう子供たちに対して行動変容を促していかなきゃいけないわけですね。謝らせたってしょうがないということなんですね。ここで2つ目でございます。行動変容を促す担任の先生ということで、行動変容を促す担任の先生たちはですね、僕から見てですね、こんなね、3つの指導というか共通点がありますね。1つ目が気づきを必ず与えている。2つ目、自分自身にベクトルを向ける。3つ目が毅然とした態度できちんとビシッと注意をするということですね。1つ目の気づきを与える、これはじゃあね、さっきの挨拶ができないというところをの場面を想定して、ちょっとね、デモンストレーションみたいな形でね、やってみたいと思います。僕のね、下手くその三文芝居でいきたいと思いますけどもね、チャンネル変えずにちょっと見ててください。お願いします。じゃあ挨拶ができなかった子供がいたとしましょうね。一人ね、いたとしましょう。で、全体共有も済んでるんだよ。挨拶をきちんとできるようなクラスになっていきましょうっていう全体の共通理解も済んだ上で、挨拶ができなかった子供がいたとしますね。普段はできてるのにね、割と普段はできてる子供なのに、してこなかったら、その時に、これは君ダメじゃないかじゃなくって、どうしたの今日挨拶いつもしてるのに してなかったじゃないって言ったら、その子供が、そうだったかなみたいな、ね、特に意識してないんだよね、子供はね。してなかったよ、なんかあったのって言ったら、いや、別に、みたいな感じで、ね。本当はね、家でお母さんとかお父さんとかにこう怒られたっていうことがあったとしてもですね、あんまりそんなこと言ってこないね、恥ずかしいからね。あ、そうか。気分乗らなかったんだね。そんな時君挨拶するのちょっと難しいのって言ったら、みたいなね、ちょっと曖昧な返事をする子供が多いんじゃないでしょうか。その時にこう伝えるわけです。じゃあもしもね、明日君がね、また気分が乗らなかったらどうしようかってね、こう尋ねるわけですね。そうすると子供は、いやまあそうですね、
ね、挨拶した方がいいかなって、どうしてした方がいいと思うんだって、友達とかいるし、やっぱ僕が嫌な態度取ってたらみんなも嫌な気持ちになるじゃないですか。ああなるほどね、そういうふうに思うんだ、じゃ あ明日も気分もしもね、もしも乗らなかったら、その理由は聞かないけれども、もしも気分が乗らなかったら挨拶してみようか、で君がちゃんとできるかどうか、僕はこの椅子に座って遠くからニコニコ眺めてるからね、応援してるよっていう形でね、分かりましたって言ってね、トコトコトコって歩いていくと思います。ただね、ちょっと帰り際に、もしもその気分乗らない理由が深刻で困ってることがあるんだったら、いつでも相談乗るぜって感じでね、まあ言ってあげる、そんな気ざったらしく言う必要ないよ。ここに最後の砦となる部分、相談できる窓口があるんだなっていうのはね、伝えておいてあげたらいいと思いますけど、そういう形で子供に対して気づきを与える。今どこが気づきだったのかっていうと、一番先頭の、まず君今日挨拶できてなかったこと分かってるかいって言ったら、え、あーってね、気づきを与える。まずその子供気づいてないんだよね、そもそもね。この気づきを与えるっていうところから、まあ、後の指導はちょっと打足というか、ちょっとごめんなさい、僕のね、個人的なただの演技の時間でしたけどもね、そんな感じでやっていきましょう。で、二つ目が自分にベクトルを向けるっていうことで、これじゃあ落書きしてたやつでね、やってみましょうか。子供がね、授業中落書きしていました。で、まあ、授業が終わってね、その子供に指導したとしましょう。授業中にね、指導してもいいんだけれども、全体の空気壊れるし、あんまり僕好きじゃないですね、授業中にね、そういう指導するのね。授業中終わって、その子に対して1対1で指導をしたっていうね、そういう場面があったとしましょう。ノート見せてごらんって言って、落書きしてるノート出すわけですね。どうしたのって言って、言ったら、ちょっと、授業、途中勉強分かんなくて、ですね、ちょっとしょぼんとしてね、書いちゃいましたみたいなことをね、言ってます。どの場面で書いたのって言ったら、全体交流でみんなで話し合ってる時にみんなの言ってることがもうさっぱり分かんなくて、書いちゃいましたみたいなことね、じゃあ女の子が言ってたとします。でその女の子が、まあ、言ってくれた言葉に対して、にはまあ、こら何してんだっていうのもいいんで、それもまあ一つの方法であるかもしれないんだけれども、まあ、まずはその分かんなくて悲しいっていう気持ちがやっぱり心の奥にあるんでね、そこに寄り添いたいもんですよね。ちょっと今日難しかったよね、確かにね、今日の話難しかったわ。でもね、その時にこのクラスだったらどういう風にしていこうよっていう目標を立ててたか覚えてるかいって言ったら、はい、分からないことはきちんと分からないっていう風に主張する、聞くっていう、そういう目標を立ててクラスみんなでやってます。そうだよね、今君がやるべきことは右手でペンを持って落書きすることじゃなくて、そのペンを置いて手を挙げて、ごめんなさい、ちょっと分からなかった、教えてくださいっていうところが、ことが君のにとっての目標でもあったわけだよね。ただやっぱ難しいよな、全体交流の中で堂々と手を挙げてさ、それね、分からない、教えてくれっていうふうに言えるのが理想では理想だけど、やっぱちょっと難しいものもあるよね。しかもさ、もうちょっと本当個人的な話で悪いんだけど、ちょっと君にだけ言うよ、君にだけ言うんだけれども、今日の授業が分かりにくかったっていうのは、その勉強の算数のね、今日の単元、今日の学習のところが分かりづらかったっていうだけじゃなくって、僕のね、全体交流の回し方もちょっと下手くそだったな、すごく子供たちにとっては分かりにくい、ぐちゃぐちゃした、ごちゃごちゃした状況になっちゃったって思ってて、僕自身も実は反省してるんだよね。だから必ず明日はみんなにとって分かりやすい授業をするって約束するけど、それでもまだ分からない状況があった時に、君明日どうする、ん、って聞くと、じゃあちゃんと分かんないのでもう一回説明してくださいって言ってみます、 OK、じゃあお互い約束しよう、頑張ろうみたいなね、こう握手して、まあ、ちょっと今握手良くないかもしれないね、コロナでね、あれだけれども、だからまず担任もこう子供たちにね、こう変化を求めるばかりじゃなくて、自分自身が変わっていくっていうのをきちんと伝えてあげて、そしてしかもそれを実現する、あ、先生本当に変わるんだ、大人も変われるんだ、大人って変わらないと思ってるんだよね、子供たちね、成長するのは子供であり子供の仕事だと思ってるんだけど、そうじゃないですね、大人だって変われるし、大人だって成長できるしね、しかもそれを宣言してなおかつ実現してあげるって、その姿を見せることで子供たちの意識が変わってくる、私も変わってみよう、私も成長してみよう、勇気出してみようっていうことで、その鉛筆がパタッと置かれてスッと上がる手に変わってくるっていうことですね。子供変える前にまず自分自身変えてみようってね、そんな話でございますけれどもね。じゃあ最後、毅然としたね、注意叱責、こんなね、優しいね、あの気づきを与えたり、なんか自分にベクトルを向けてるばかりじゃなくって、いけません、それはいけないことはいけないんです、いたしませんっていうことで、ちゃんとね、注意をするってことも担任の仕事ですよ。そういうのもね、大事なことなんですけれども、でさっきの給食の準備のね、お話をしていきましょうか。じゃあ給食の準備をしない子供がいましたと、
まあ、これねちょっとね、あの場面によっては明らかに千差万別すぎるんで、まあ、これっていう指導のちょっと演技が難しいんだけれども、で仮にね信頼関係が きちんと築けていたとしましょうね。その子供とね、築けている子供がフラフラフラっと、普段は準備をちゃんとしてるような子供がちょっと遊んじゃってた、死後してたりとかね、で、まあ、整列にも間に合わなくて給食当番のみんなが待ってて迷惑かけちゃったっていうような状況だったと仮に仮定しましょうね。まあ、そういう時にね、じゃあどういう指導をしていくのかっていうことなんだけども、やっちゃいけないのはさ、来なさいって言って、まあ、おかしいでしょ、準備しなさいって言ったら、先生ごめんなさい、次からしっかりするんで許してくださいみたいなことは意味ないわけですよね。担任に謝らせたって何の意味もないし、担任からしたら謝られる理由もないしね、君が準備をしようと準備をしまいと僕のこの担任の人生には何にも関係がないわけですよ。だから謝られるっていうのは何にも関係ない、別に人権侵害とかされてないんでね、こっちはね。だからそもそもそこを勘違いさせちゃいけないですね。ちゃんとビシッと指導すべきはビシッとすべきだと思います。謝らせるっていうことが指導じゃないということですね。じゃあ具体的にどういうふうに指導していくのかっていうと、例えばそうですね、どうしようかな、例えばじゃあ子供が遊んでましたと、でじゃあおいでって、じゃあ1対1で指導をしたとしましょうか。でその時に、どうした、あの今日の給食の準備どうだった、ちょっと言ってごらんっていうふうに言ったら、子供が、ちょっと遊んで、あの整列に遅れてしまいました、珍しいじゃない、どうして今日遊んでたのって言ったら、わかんない、ちょっと遊んじゃいました、遊びたくってみたいな感じでね、言う子供もいるでしょうきっとね。あ、そう、遊びたかったんだね、なるほどなるほど、でそのことについてどう思ってんのっていうのを聞いたら、もう子供によってはね、その時点でうるうるしてしくしく来ちゃう子供、特に信頼関係がある子供ね、お互い関係がある子供なんかは、もうその言葉だけで自分悪いことしちゃったなみたいな形で自分で自分にね、こう反省を促して来ちゃう子供もいたりするけども、なんかこうポカーンとねして子供なんか、まあ、いろいろいると思いますけれども、もじゃあまあポカーンとしてたとしましょうか。まだねちょっとどういうふうに思ってるんだろうなっていうのが担任目線からしてあんまりわからないっていうことがあった時に、僕だったらそうだな、ちょっと想像力かきたてますかね。じゃあ、今日の給食当番10人いるんだけれども、今日10人のうちね1人君が遊んじゃったんだけれども、仮に10人のうち10人が遊んだらどうなると思うっていうのね、聞くと思いますね。そうするとその給食の準備ができないと思います。給食の準備できなかったらどうなるのって、みんな食べられなくなります、それが望みだったのって言ったら、いや違います、じゃああなただけは遊んでもいいけれども他の9人は遊んじゃいけないっていうことって言ってるのはそうじゃないです、でもそういうことしていますよね、あなただけ特別扱いですよね、特別扱いされるってまるで王様みたいですよね、あなたいつから王様になったんですかって聞くと、いや僕はこのクラスの王様じゃないです、そうですよね、あなた王様じゃないですね、でもやってること王様ですよ、そこをきちんと理解しなさい、理解するだけじゃなくて行動として表しなさいっていう形で、ね、僕はもうビシッと言いますねちょっと怖かったかもしれないけれども、まあそんな風に話をするかな、ちょっと分かんないけどね、ちょっと想像の中でね、ある男の子の顔が浮かんでたらごめんね、ある男の子が本当に申し訳ないけれどもっていう形で、まあ話をするかな。でも心の中で別に怒ってないよ、たかがさ給食当番の時間遅れたぐらいじゃないですか、そんなことでカッカする大人にはなりたくないよ、実は怒ってないよ、怒ってないんだけれども、怒ってるというか、何かこうそれはいけないことですっていうのをビシッと言うし、ビシッとそれはいけないっていうふうに思ってるように見せることが僕は大事だと思ってるんでね、実際はだよ、実際この地球のね歴史において彼が給食当番の時間に数分遅れたことって本当に些細なことなんだね、些細なことだから先生もまあカッカしないけれども、何かこうビシッとね、ああじゃあそれはいけませんっていうことをちゃんと真顔でさ、真顔ちゃんとやるわけよ、そこはね、ビシッとね指導していくっていうことでございました。はい、ごめんなさい、なんかどうだった、ちょっとグダグダになりましたけどごめんなさい。行動変容をね促す担任の先生たちっていうのはね、気づきを与えるってことがね非常に得意ですね。そして自分にベクトルを向けるっていうね、この態度を忘れていません、忘れてないばかりか、ちゃんとねそういうのをね子供たちに知らせていますね。自分自身がちゃんと変わろうとしてる担任なんだよっていうのをね。で3つ目、最後ね、毅然とした注意叱責をきちんとビシッとね言うところは言うっていうね、その話でございました。まあちょっとね、あのね、かなりこうシチュエーションによってはさ、もうあの千差万別すぎて、こういう指導をしていきましょうよっていうのは言えなかったから、ほんの一例なんだけれども、ほんの一例なので、あのこれがねこういう指導をしましょうよって、そういう意味じゃない、そういう意味じゃなくって、今日一番言いたい、僕の一番のメインは今日の結論なんだけれどもね、あの謝る、子供に謝らせるっていうのは、そこは違いますよね、それやめましょう。担任謝られる理由ないしね、謝られたって困るし、結局あなたの人生だし、僕別に人権侵害されてないし、ここきちんとね、あのバシッと担任として頭の中入れておきましょうね。でごめんなさい、ちょっと忘れたんだけど、3本柱の3つ目あったんだね。3つ目例外ということでね、さっきからちょっとちらほら出てたんだけども、担任にあの謝らせる必要はないんだよっていうふうに
僕はさっきから言ってたけれども、これやっぱり例外があって、担任に対する暴言とか暴力とか、まあ、つまり人権侵害ですよね。担任に対する人権侵害が例えば子供からあった場合には、これはきちんと謝罪させた方がいいと思いますよ。それ私嫌なんです、やめてくださいって担任としてビシッと言っていいと思うし、それはね、そんなことを言われてね、我慢してね、歯食いしばってね、教壇に立つ必要はないですよ。それやめてくれる、絶対嫌だよ、許せない、本当腹立つわっていうふうに僕は言っていいと思うし、僕は言いますよ。人権侵害みたいなことがあった時にはね、ということです。はい、いかがだったでしょうか。今日はですね、自分に謝らせて満足しちゃう先生やめましょうねってね、そんなテーマでお話をしていきました。担任に謝らせても、まあ、その時担任からしたらね、ちょっと気持ちがスッとしたりね、気持ちいい気持ちになるかもしれないけれども、あんまり子供の行動にね、変容は起きてこないということなので、担任の先生にこうごめんなさい、許してくださいっていうようなね、そういう関係とか指導っていうのはやめていきましょうねってね、そんな話でございました。最後は、宣伝させてください。宮沢優教育研究所なんですけども、研究所メンバーシップというものを行っております。毎月ね、10本ほどプレミアムな動画を配信させていただいております。よければね、覗いてみてください。また9月25日にですね、司会システムというね、そんなウェビナーを行いたいと思っております。先日9月1日にですね、チケットの販売がスタートしました。9月7日まではですね、なんと1000円割引、早期購入者割引を行っておりますので、よければね、こちらも覗いてみてください。いつもいいね、コメント本当にありがとうございます。嬉しいです。励まされています。この動画が面白かった、役に立ったよって思った方がおられたら、ぜひね、いいね、コメントいただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。またチャンネル登録がまだお済みでない方、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは今日はこの辺でありがとうございました。さよなら。また明日。バイバイ。